ヘキョウ、トレさん、カルビ、ジンタ、あ、先生、先生、ミナコです。もう一回、もう一回、もう一回、ヒナコ顔真っ赤になってきた。ヘキョウ、トレさん、カルビ、ジンタ、ミナコ、ヘトラギショウ、カルビ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、皆さん、彼女いないじゃないですか。まあそうです、ね、僕はいるんですけど、はい、僕と皆さんのこの差、うん、何か分かりますか。女性に対して、うん、いつもいつもニヤニヤしてると。いやそうですか、ね、いつもニヤニヤしてる気持ちはゼロですけどね、うん、女性と心で会話してないんです。なので、うん、今回絶対にニヤついてはいけない茶道教室。茶道に笑う要素はないですね。もちろん茶道にはないんですけど、うん、はい、女性2人がいらっしゃるのでみんなで、茶道をしていただきます。いやそれは嫌つかないけどね。なんか浮ついてるって決められるのもちょっとなんかあんまり腑に落ちないですね。特にディーダー、え、僕ですか。めちゃめちゃ遊んでるから、まあ、あ、本当ですか。まあ普通に見える。すごい浮ついてるとこんな太いネックレスつけないもん。まあルールは簡単やね。そうそうそう、にやつかなければいい。そうです、にやつかないで茶道をするだけです。にやついたら何かあるんですか。まあ自分の心と戦うじゃないですけど、まあでもそれだけだったら別にね、うん、もうにやついちゃうから場所代にするか。は前回もなんか払ってこの後撮影あんのに酔されて帰ったんですよ。ちなみにここの場所代っていくらか。6万円。ちょっとすんだよなやっぱり。まあまあでもニヤつかなきゃいいんでしょ。いやそうそう、うん、まあそれ余裕、はい、本当に真面目な感じなんですよね。そうそうそう、今日は先生もガチの先生ですよね。はい、ひなこ先生。はい、うついてるんじゃないですか。先生、じゃあ早速女性の方を呼びますので、はい、ここからもニヤついていけないってことね。はい、そうです。ああスタートスタート。全然。それでは女性の方どうぞ。今のし、ニヤついてました。ごめんなさい。お二人ともお腹出てますね。流行りって流行りなんですか。流行りなんですね。そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。出ました。相馬と申します。ジンタンと呼んでください。ジンタンさん。カルビと呼んでください。おっぱいのプロの一言、水井愛香と申します。ナナミンです。ナナミンさんは何してます。看護師してます。看護師。ああ、癒されそうですわ。それはすごい。一回会ってますよね、僕らね。そうですよね。はいはいはい。どこで会ってるんですか。前回動画で、まあ、あ、動画で2回目だね、うん、動画の後会ってない。何回買ってます。これ何回か会ってるんですね、個人的に。まあまあ、友達なんで。なるほど、友達なんで。ごめんなさい、あいつ顔ダメだろ。見ないでよ。これカルさん弱いな、これ。これ付き合ってたかんな。足りまあまあまあ、まあまあ、はい、なかなか始まんないから。すいません、すいません、ななみんさんとおっぱいのプロの、あ、アイカです。おっぱいのプロ、気になるな。どうプロなのか教えてほしいというか。あ、おっぱいが大きいのと育乳と胸の悩みを解決していきます。育乳って何するんですか。おっぱいマッサージとか。おっぱいマッサージって僕見たことないです。おっぱいマッサージがあります。違う、想像してます。違う、見たことはないじゃん。それはまあまあいいタイミングでね。はい、いいタイミングで。ああ、そうなんですね。佐藤くん何するんですか、先生。先生面白いなと思って。ああ、先生ありがとうございます。すいません、しばらく無言だったから。確かにびっくりしたよ。時計の音だけ鳴ってる。先生、あの茶道の方を始めていただいてもよろしいですか。はい、じゃあ、はい、初めにお菓子を食べ終わってからお茶を立てるので、はい、お菓子を持ってきますね、うんうん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お二人、あの茶道用の衣装があります。はい、あ、そうなんですね。はい、すごい、すごいな。いいっすね、ちゃんとそういう衣装とかあるの大事だと思うんですよね。まあ、それではどうぞ。ちょっと待って。アウトだから全員アウトです。ヘキホーさんも見やすい。さっきあれで受けないと顔を重んじるとか言ったら大きく動いてる。鼻の唇がこの流れだと先生も。えじゃあ先生お願いします。はい、ありがとうございます。これなんてお菓子ですか。お菓子の名前は鬼滅椿です。鬼滅椿、美味しそう。あ、右手で持って、すみません、左利きだとしてもダメです。あ、ダメなんだ。右手で取って、左手で下を受けて
嘘って仕方ないじゃん。左利きだから。書道バカにしてる？してないですよ。書道も右で書くっすね。あ、そう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 。苦手だから。ごめんなさい。取ってあげようか。いいです。ダメだ、ごめんなさい、俺これ弱いかも、めっちゃ、うん、あ、右手で行こうちょっと、鬼滅化け大きい、うん、鬼滅化け、鬼滅化けね、すごいな、あ、うん、ブズキが慣れてる、慣れてる、うん、あ、茶道とかやったんですか？あ、やったことがあります、あるんですか？はい、これ食べていいんですか？はい、食べるときは返しを持って左手の上に乗せて一口サイズに切って食べてください、うん、どのぐらいに切ったらいいのかちょっと、ちょっともう食ってるこれ大丈夫ですか？一口サイズ切らなかったっすよね？あ、切りましたよね、はい、美味しいですよ、美味しい、みんなの食べたら、ジンタン、ジンタン、え、これでも同じ味がちょっと気になるね。確かにそれは気になるっす、俺ちょっとお腹減っちゃった、うん、一口もらえばいいですか、うん、ちょっと混ぜ、どうですか、美味しい、あー、美味しい、全然違う、なんか味違うっすね、これもちょっと食べてみていいっすか、そっち、いや、あ、美味しい、ちょっと目が合わなかった、うん、え、どこに目行きました、顔じゃなくて下の方、あ、鬼滅バキ、あ、こっちでした、鬼滅バキ、あ、ほ、うんと、これめっちゃ美味しそう、あ、僕も逆にあげる方が、あげた方がいいんじゃない、あ、僕あげます、うん、誰にあげたらいいですかね、ヘイヒョ俺美味しい、あ、美味しい、美味しい、すごい美味しい、よかったよかった、よかった、うん、これいる私たち2人であげてもいいですか、え、2人どうしよう、お願いします、おいしい、おいしい、おいしい、チーター、ごめんなさい、足しびれちゃった、足痛い、足しびれちゃった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 、ごめんなさい、このまま待って、ちょっと待って、いきますね、うん、自分のよりもちょっとまろやかな感じがして、うん、なるほど、あ、美味しい、なるほど、お礼はないんだ、いや、あ、ごめんね、ちょっとね、よいしょ、よいしょ、あ、やべ、足しびれちゃった、足しびれちゃった、足しびれちゃって、ごめん、あ、やべ、あ、足しびれちゃって、すごいすごい、ジェイタン、ちゃんと止めていかないと、マジ危ないっす、危ないっす、危ないっす、やめてください、足しびれちゃった、ごめんね、疲れてるんじゃないですか、こっち休憩させて、顔面の前にこっ休憩だけ、こうスカトマみたいなってもんね、ちょっと上げていいですか、じゃあ、まあ、僕全然足しびれてないんで、あ、よかった、転ぶなよ、転ぶなよ、いや、大丈夫、大丈夫ですか、あ、大丈夫、あー、誰、お前こんなの食べさせるなってなんか本当心が現れるというか、うん、本当にやましい気持ちを起きない、佐藤ってびっくりするかい、なんか悪いものが浄化される感じがあります、いや、本当にだからこそ続くんだろうね、僕から見ると浮ついてるような感じで見えて、その辺はちょっと3人とも引き締めてもらって、ね、もちろんお茶の前にちょっとあんま分からないんだよ、2人の、あ、2人のことを知りたい、いろいろと普通にちょっと、ね、心と心通じ合いたい、あ、確かに、あ、そうかそうか、ちょっとおしゃべりします、うん、はい、いいですか、おしゃべりしたことでいいですか、経験人数で何人ですかね、佐藤の、佐藤の、あー、はい、佐藤の経験人数です、お茶を立てた回数です、そうだね、何回立てたかっていう話だよね、どれぐらいだろう、一世のでいいか、うん、そうだね、そうだね、うんうん、一世ので、55 55回お茶立てた、立ててきたんだ、はい、お茶立てては、喉に入れてってことですね、まあまあまあ、喉に入れてってことですね、お菓子とお茶を、お菓子、逆に55回よく数えましたね、まあ年間で考えたら、年間大体何回くらい立ててる、55回くらい、年間55回すごいっすね、
まあ過去の話ですけどね。あ、今年は最近してないんですね。そうですね。小学校ぐらいの。え？初めて茶道されたのって小学校。そう、小学校。確か小学校だったよね。小学校。小学校以来今日初めてです。難しいな。難しい話なんだ。ちなみに逆は最近プライベートでされたのか。あ、最近しましたよ。はい。そうだったんだ。どこら辺？場所ですか？場所？あ、僕んちかな。さっきちょっと聞いてたやつなんですけど、あのおっぱいマッサージってどんなやつなのかなっていうのがすごい気になって、なんかその純粋に今後ね、女性とのお付き合いしていく中で一緒にやりますか。みんなでやりますか。みんなで一回やってみますか。やったことない。やったことない。やったことない。あ、じゃあいいかもね。では一緒にやろう、うん、あ、いきなり、ね、下から上に上げて30回ぐらい。丸く丸く。ジンタン。すいません。鼻の膨らみで一緒だ。いろいろ想像しちゃいました。なんかブルンって出たらおもろいなとか。いや、おもろいっていうかその心配でした。ポロンって出ちゃうんじゃないかなっていう。最後にここの天球っていうツボを押しながら全然ちょっとやってあげてみるか。あ、後ろに回ってやってあげましょう。こう。女性ホルモン分泌のツボがあって、あ、めっちゃ気持ちいい。そこを刺激しながら女性ホルモンを分泌を促進させて、こうサイドから骨と筋肉のね癒着を剥がしていく。すごい。すみません、今日メガネ忘れてきちゃいました。目悪い。ちょっとすいません、ちょっとこれレンズ入ってなくて。あ、確かに。まあ、今後もしかしてあげる必要があるかもしれない。僕らこれで身を清めて彼女でもできるようになったらしてあげれるんで、はい、僕らはバッチリ見えたけど、うん、俺は見えたけど、あ、見えなかった。ごめんなさい、見えづらくて。知ってあげたいです。知ってあげたいはダメだ。見たいんでしょ。はい、見ます、見たいです。見たいです。すいません、一応愚問だと思うんですけど、してあげるのはさすがにダメ。別に一回カメラ止めてくださいね。一回カメラ止めてください。そこからです。いや違う違う、それは茶道じゃない。よかった、それが入って。びっくりしたよ。試してたんでしょ。試してた。びっくりした。だって聞いたことないもん、茶道でカメラ止めるの。そろそろね、あの、じゃあ行きましょう。あ、ごめんなさい、すいません、すいません。ほら、これなさってください。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。先生は育乳とかされますか。育乳しなくても、私も巨乳なんで。さすがです。先生は何回くらいお茶食べたことあるんですか。あれ数えられない。それはそうですよね。そりゃそう。先生はね、それはそうです。今まで茶食べたことびっくりしたシチュエーションとかありますか。びっくり、自分で自分にお茶を立てた時に。え、笑うところ。立てた時に、あの、立て終わってお茶を出そうと思ったら間違って捨てちゃった。それはびっくりしますね。お茶目エピソードですね。お茶目なんだから、すいて。そうなりますよ、うん、そうですね。カップ数ってどう。8番目です。H はい、4番目。先生、はい、何番目ですかね。5番目。うん、こうした方がいいですか。はい、手しっかりついて、お茶碗を右手で取って、はい、左手の上に乗せて、熱っ熱っ熱っ熱。一度押していただいてから、はい、2回で90度手前に回します。で、ごちそうさまです。で、お茶碗を拝見します。で、お茶碗を拝見するときに、うん、初め総体を見て、その後お茶碗を実際に手に持ってみるんですけど、よく見たいなと思って、見にくいから暗いなと思って、こう電気でよく見ようと思って上の方に持ち上げてみたらダメで。ダメなんですね。ダメなんだ。ダメなんだ。ダメで、ダメで、で自分が低くなってみます。ありがとうございました。はい、皆さんもお茶立ててみますか。あ、ぜひ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 。お茶を立てますね。あ、すごいですね。てるね。もっと力強くやった方が勝るかもしれないかも。もっと。うん、あ。混ざってる。大丈夫ですか。結構混ざってるね。持ち方。こうします。
持ち方。ありがとうございます。ありがとうございます。もういただきます。ごちそうさまでました。こちらこそありがとうございました。ちょっと重いの。重いの決めて。あれ？で柄を見たもんね、柄柄見ますこれ大丈夫ですか、ちゃんと見てますか、はい、ちゃんと見てます、赤い模様が柄を、ね、赤い柄の模様が柄、ね、柄ですよね、ちょっといいですか照明が照明が照明が失礼しました、失礼しました、じゃあ次は久しぶりだな、あ、なんかすごい手首のスナップを聞かせてもうちょっとかな、もうちょっと頑張って、あ、横に入れたいか、うん、あ、最後だけお茶、あ、いいんですか、あの、前に来てお茶を全然そこを回すのか、なんかおか何クラスってすごいよ。相馬さん、ん？正座、正座しっかりしてください。あ、正座、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。間違えちゃった。しびれちゃって。ごめんなさい。あ、そう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 。そうそう、撫でたい。相馬さん、溺れる、溺れる。お茶で溺れる。そういうことですか。あ、ついてて、ついてて、すいません、ありがとうございました、すいません、ありがとうございます、しっかり、しっかり柄を見ていただいて、ありがとうございます、ごちそうさまでした、おいしいをいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、ということで、以上、佐藤教室になりました、なりましたということで、以上が佐藤教室になります、ありがとうございました、ありがとうございました、そしてですね、あの3人がですね、今回佐藤教室の中であるまじき行為をした回数を集計しましたので、はい、それぞれ発表していきたいと思います、はい、はい、お願いします、じゃあまず第2位から発表させていただきます、はい、2位はカルビ、おお、29回です、ありがとうございます、よかったです、ありがとうございます、一番2つ入れましたね、いやいや、後半頑張ったんだよ、いやいや、戦略なんですよ、最初いっぱい笑ってって油断させといて、そうそうそう、口数多いな、2位になったからね、えこれでもまたじゃんこれ、まあ、わかんない、わかんない、わかんない、まあ、わかんない、結構言ってたからな、いやいやいや、じゃあ1位の方発表させていただきます、多く笑った方は人体です、食べました、おれ31回です、あと2回です、もう相馬さんがちなみに25回に、あ、もう競ってんじゃん、え、まだおります、あぶなー、あぶなー、マジか、接戦やったわ、接戦だな、今回はまた第1位でしたけど、いやでもやっぱりこう僕好きなんでしょうね、楽しかった、もうめちゃめちゃ楽しかった、めちゃめちゃ楽しかった、松田に続いてはいけない、来てくれます、あ、もう行かないですよ、あ、え、もう来ない、もう来ない、じゃあまあもう義士を、嘘です、嘘です、義士に、嘘です、嘘です、僕を呼んでください、見やついてはいけないのレギュラー、見やついてはいけないのレギュラーでは、またお待ちします、よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ということで、ヘキトラ劇場のチャンネル登録とコメントと高評価よろしくお願いします、バイバーイ。ファン減らないから絶妙にバとパもあやめバイ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 、あと先生やっぱ笑わない、すごい、やっぱすごいですね、すごい。